辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。インバウンドマーケティングとアウトバウンドマーケティングって一体何ですか？神様やったね今ね。はい、まあもう言ってることなんだけどね、有名なっていうか、知ってる人はもう知ってるし、知らなくても大丈夫なんだけど、営業マンがお客様に直接電話をかけたり訪問したり商品を売り込む従来の営業法をアウトバウンドマーケティングって呼ぶのよ。で、実はこのアウトバウンドマーケティング、従来の営業法ねっていうのは、このデジタル時代においては あまり効果的な方法とは言えませんっていうふうにも言われているわけね。なぜかというと、お客様は興味がある商品についてインターネットや、SNS などで自ら情報を集めることができるからですと。その結果、問い合わせや資料請求といった形でお客様の方から企業にアプローチするというケースが急増していますよと。これをインバウンドマーケティングで、インバウンドマーケティングと言いますということなんだよね。で、実際多くの企業はアウトバウンドマーケティングの効果は低下して、今後はマーケティングの効果が増大すると予測されていますよと。インバウンドマーケティングの方が大きくなっていくよねというふうに予測されているわけね。にもかかわらず、営業努力の大部分をアウトバウンドマーケティングに注いでいるのが現状ですよということね。だからこれから短期間でね、大きくしていくんだったら、インバウンドマーケティングに投資することが必須ですよと。短期間で本当大きな大企業に成長するためには、お客様に見つけてもらえるようインバウンドマーケティングに投資することが必要ですよというふうに言われているわけですよ。これ僕が知ったのは、東洋経済オンラインで神田正則さんの記事を読んだ時に、あ、インバウンドマーケティングって何みたいな、アウトバウンドマーケティング何、もう今から3、4年前の記事なんだけどね、とか思ったんだよ。何それ、また新しいマーケティング手法が出てきたのと思ったら、従来の僕が言ってるダイレクトマーケティング、ダイレクトレスポンス広告をのやり方をインバウンドマーケティングって言ってるだけで、従来の営業のやり方をアウトバウンドマーケティングって、ただその2文字が新しい言葉に出てきただけだからさ、別に覚えなくてもいいし僕はそのアウトバウンドマーケティングっていうのは、あまりこれからはよろしくないなと。もう本当僕が言ってるそのまんまのことを、その神田さんが言っているわけね。その記事でね、3年ぐらい前に書いてあったわけなんだけど、あ、確かになと思った。僕は10年前にそれを感じて、ダメだなと。もう電話営業はもうダメだと。確かその時の記事も、電話営業に頼る残念な人に教えたい新常識って書いてあったから、もうまさにだなと思ったんだよね。今も電話営業で頑張ってますっていう人、B2B はまだいけるかもしれないけど、B2C は、本当厳しいと思う、昔ほどの効果はないんじゃないかなと思います。はい。で、さっきも言ってたように、インバウンドマーケティングの方が効果は高いと思います。だってさっきも言ってたようにね、お客さん自身がそのスマホを使って SNS だとか、インターネットでね、検索して見つけに行くっていう、お客さん自らが掴みに行くっていうやつね。お客さんが来られるっていうのはすごく嫌がらうから、もうやめてやっていう風になってくると思うのよね。インバウンドでこうお客さんの方からグッて来るときに、こう情報欲しい、この情報欲しいですって言ったときに、あなたがここにいてますかっていう話よ。あなたの上げているそのインバウンドとして、いろんなもの、僕は小冊子がいいですよって言ってるけど、あなたの情報が欲しいって言ったときに、あなたの資料が欲しいって言ったときに、あなたはお客さんから選ばれる資料をちゃんと用意していますかっていうことね。カタログなんて用意しててもダメですよと。そんなのはどこでも手に入るでしょ、そんなの。カタログなんかダメですよと。あなたからの資料が欲しいっていうわけだから、あなた独自の目線で作ったなんか資料がね、欲しいですよと。営業マン、10年やってきたプロの営業が教えるメリットとデメリットとかね、そういうのを言ってあげると、ちょっと気になるなと思うわけですよ、お客さんは。例えばなんか新しい新商品のやつが出てきた時に、例えば車とかで言ったらさ、車のディーラーでね、20年の営業がやっている今度の新しい車のメリットとデメリットを今お伝えしますとか言って書いてあったらさ、ちょっと気になるでしょ。おやおやとかって思うわけじゃない。おーとか言って、例えばなんだろうな、
次テスラが欲しいなとか思っている人が、そのただテスラの電気自動車のメリットとデメリットとはみたいなことが書いてあったら、検討している人にとってはめっちゃ気になるかな、そんなんと。そのメリットとデメリットを知らずに購入するのがすごく怖くなるわけだから、その情報が欲しいっていう風になってくるわけね、うん、でその情報のエビデンスが欲しいわけだから、そのどんな人が書いてるのかっていうのも大切なわけよ。そしたらで、その車の10年間勤めたディーラーの 車業界のいろはを全部知っていますよっていう人が書いたってなってきたら、おちょっと信用あるし、この人の話聞いてみようかなと思うわけね。僕だったら太陽光発電で10年以上の実績があるとかいう、そういうことを書いているわけだから、あちょっと信用があるなっていうふうにも思われるわけね。そういうことを作っていますかって、やっていますかって、これからそういう時代になっていきますよと。もう3年前の記事でもう書いちゃったわけだよ。4年前になるのかな、 3,4 年前に書いちゃったわけだからね。もう今2021年だから、うん、僕はずっと前からそれ言っているわけなんだけど、やっぱりまだまだ飛び込み営業とかテレアポでやってる人が多いわけですよ。でもさ、考えてみてよと、俺本当に痛い、うん、今テレアポで飛び込み営業で若干もしかしたら売上上がっているかもしれないと。でも今後この先5年後10年後本当にそれでいけるんですかって本当に聞きたい。いけるの、飛び込み営業で、電話営業で。もう電話営業はめちゃくちゃ厳しいと思うよ。まあ僕はちょっと B2C の話をしてますけど、B2C でテレアポなんて今もうめちゃくちゃ厳しいと思う、うん、多分全然ダメなんじゃないかなと思う。高齢者向けならあり得るかもしれない、高齢者向けなら、うん、でも難しいんじゃないかなと思うな、うん、これからねそういう高齢者に電話営業で売る、難しいと思うな。飛び込み営業難しいと思うな難しいと思います。だってクーリングオフめちゃくちゃ高いはずです、今その営業やってる人っていうのは、うん、昔はそんなにクーリングオフがなかったかもしれないけども、今はめちゃくちゃ高いはずなんだよね、うん、なんでかっていうと、お客さんの思考が変わったから、お客さんの生活が変わったから、お客さんの持っているデバイスが変わったからよ、テクノロジーが変わったからよ、時代が変わったからなのよね、うん、時代が変わったらそれは人の考えも変わってくるわけだから、その時代に合わせた売り方っていうのを変えていかなきゃいけませんよっていうのにもかかわらず、昔ながらの営業法でやっているとそれはやっぱりなかなか売れなくなるなと。なんでこんなに、ね、自分に鞭打って頑張っているのになんで売れないんだと、なんでなんだなんでなんだと、それも仕方がない、時代が変わってるからですよっていうのを言いたいので、まあぜひね、インバウンドマーケティング、アウトバウンドマーケティングっていう言葉は別に覚えなくてもいいです。どうでもいい、どうでもいいからそんなのは、うん、僕はダイレクトマーケティングだ、ダイレクトレスポンスマーケティングだってずっと言ってました。で、ダイレクトレスポンス広告だっていうふうに言っていたので、そういうのをやってみたらどうかなと思います。お客さんがネットで検索して情報を集める時代ですよと、逆に無理やり来られたら嫌がられる時代ですよっていう話ですよ、うん、何度も何度も言ってきてますけど、チャスさんもそうですよね。営業マンがいきなり売り込みに来られたら嫌ですよね、嫌だと思うよ。でも自分から情報を、その情報収集するのは別に嫌じゃないと思うのよ。例えば何だろう、保険とか気になった時に、今入ってる保険と次の新しいね、なんか保険って見直した方がいいのかなって考えた時に、千里さんどうですか、いきなり営業マンから話聞きたいと思いますか。思わないです。もう今何の保険入ってるんですかと、こう買い替えた方がいいですよって、こう売り気満々の営業マンが来られるのと、すごいインターネットとかで今どうなのかなって言ってこう検索して調べるのと、どっちの方が楽か、まず一番初めのアクションとして何をするのかって考えたら、きっとインターネットで検索から始まってくると思うのよ。で、来られる場合、営業の人が来られると嫌がると思うのよ。やめてくださいと。だってまだ検討段階の時に営業マンが来られてしまうと売り込まれる可能性がすごい高いから嫌がると思うんだよね、まだ検討段階だから、うん、その検討段階の時にあなたが情報提供する資料をお客さんが見つけることができるかどうかっていうのが大事になってくるかなというふうに思ってくるので、これから SNS だとかインターネットとか、まあ、前から言われてますけどね、そういうのが大事ですよと。だからホームページとかもどんなことが書いてあるんですかと、これからいろんな人、もういろんな人というかほとんどの人は商品を買う前に必ずネット検索すると思った方がいいと思う。あなたの会社も絶対調べられますよと。その時にあなたのホームページが無味無臭のどうでもいいようなホームページだったら、きっとなんかこの会社別にいっかっていう風になると思うのよね。今問い合わせしなくてもいっかってなっちゃうわけよ。そうならないように
あなたが魅力的な情報を提供してあげてくださいねと、お客さんの目がよそに行かないようにね、おわーっていう風になるようにしてくださいねと、魅力的なオファーを作ってくださいねっていうことですよ。もうアタッシュケース一つでいきなり俺やったら売り込みに行きますよと、俺売れますからっていうのは、もうそれ一世代前の古い営業法だから、今そういうアウトバウンドマーケティング、マーケティングですらないんだけどさ、そんなのは。アウトバウンドっていうのはやっぱり嫌がられる傾向にありますので、今それで売り上げが多少上がっていても今後難しくなるので、インバウンドマーケティング、マーケティングを取り入れた営業法というのをやっていきましょうねと言いたいですね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。